丸ごと QA とかもちょっと長めに取ってやろうかなというふうに思っています。秋田先生は、金沢大の教授で、で工学部なんでしたっけ。はい、そうです。なんか長いですよね。あ、今、はい、まあまあ工学部みたいな。そうそうそう、だから今回の授業で初めて純粋に工学系の人が喋るっていうのがまず一つ、それから初のプロフェッサーが登壇されるというそう、これまでは、GT が一番それで言うとプロフェッショナル、研究者としてはあの人は彼女はもちろんプロなんだけど、教える人ではないので、それに言ったら教授の登壇というのもあります。で、そういうなんか肩書きの話はそれはそれで面白いし、研究の内容は多分されると思うんですけど、研究の内容にプラスして、ほぼ初期の一緒に戦前に行ったメンバーでもあります。で、純粋に大学で技術の研究をしていて、学生も技術の人たちばかりという人たちが戦前を見てどんな風に思ったかとか、そもそもそういう人たちとこの授業のテーマが僕は絶対につながると思っているし、去年は見事につながったんだけど、どうつながるかをみんな聞きたいんではないかなと思います。で、秋田先生今そのアントレプレナークラブとか、その秋田先生の立場から見てのオープンイノベーションや企業支援のこともどん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 広げてやっていて、それについてもなんて言うんだろう、日本の国立大学の中でかつ技術系の人たちの中からどうやってオープンイノベーションをやろうとしているのかという部分ですごく興味深い話が聞けるのではないかなとは思います。というわけでよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、去年とってもやっぱ面白かったと思うのは、ムーアの法則という観点だけで90分のビジネススクールの授業が成り立つのがすごい面白くて、でやっぱりビジネススクールにとってもムーアの法則っていうのは分かっているか分かってないかでガラッと見方が変わるっていう、そうですね、そうですね、オープンソースっていうのをその一つだし、なんだろう、ネットワーク外部性とかと同じぐらい大事だと言われると思うんですよね。今そのビジネスやるときにネットワーク外部性抜きにして話すの無理じゃないですか。で、インターネットも話すの無理、置いといて話すの無理だし、オープンソースも僕は抜いて置いといて話すの製造やプロトタイプに関しては無理だと思ってるんですよ。で、同じぐらいにムーアの法則ってその他のやつが全部なくなっても成立するぐらい独立した法則なんだけど、その割に日経新聞とかに載ることはそこまでたくさんではなく、みんななんとなくは知ってるんだけどディープには知らないっていう意味でちゃんと知った方が良いし、知ることによってビジネスについて見えてくるものや見えてなかったんだって気づくことがいっぱいあるので、今回もその話はすごく楽しみにしています。ぜひぜひぜひ。ご紹介で悪いことはすごいなんかハードル上げられてるできる範囲の話だと思います。金沢大の秋田と言います。よろしくお願いします。ちなみによく秋田大学の金沢と間違えられるんですけどですね、実は調べたらですね、いないんですよね。秋田大学の金沢先生、ただ秋田県立大に金沢先生がいるということでして、はい、ではあって金沢大学で今紹介してもらった想像ではあるんですが、実はですね、今僕自身は金沢大 の、 理工学院、まあ、理工です、理と工のどちらかというところで電子情報というところで、まあ、教員してるんですけども、来年ちょっと学内容は多分ありまして、金沢大の来年の4月から、再来年の4月から学部を1個作りまして、分離誘導のですね、うん、イノベーションとかアントレプレナーとかそういうのをメインにやる学部ができるんです。そこに一応学内で公募がありまして、手を挙げたんですね。周りからそのものづきというか、何でそんなと手を挙げるのと言われたんですが、僕の中では、今日お話をする話がいろいろつながる話で、今僕がいろいろやってる研究とかが、なかなか理工の枠ではいろいろ限界があって、その中で、僕の活動の中では、新しい学部というのはかなり、やることができるなという気がして、という確信があったので、応募しまして、一応、内閣を受けておりまして、一応、形上ともこの4月から、ちょっと兼任になるのか、専任になるのかまだ分からないんですが、ちょっと所属が変わる予定でいます。一応母体は、今日お話をするのが、メインではあるんですけども。で、ですね、先ほど井上さんの話で、深圳の話があったので、少し僕もちょっと、昔のやつを遡っていまして、僕が初めて深圳に行った時の話です。で、2013年。7年前ですか、そんな前ですか。もともと子供の頃からハンダ付けが大好きな、そういう電子工作少年でハンダの煙で育ったんですけど、意外とそういうようなバックグラウンドの工学の研究者って多いんですよ。昔ラジオ少年でしたって人は。ただ、そういう人って結構忘れちゃうんですよね。
あのこういうふうに言うんだけど、そういうような過去を忘れて最近の秋葉原を知らずに、まあ、あのそれぞれの研究をしている人が多くて、で、まあ、僕みたいなのは結構珍しいんですよ。あの昨日実は一日秋葉原で買い物をしてたんですけど、あのそういう人珍しい中で、まあ、そういう人が新鮮に行ったら何を感じるか、ちょっと少しだけお話をあの前振りとしてしてください。でそのことで実は新鮮がメインではなくて、香港に用事があったんですね。香港に用事がありまして、香港の用事が終わった後、次の日の夕方の飛行機で帰ってくる予定だったので、まあ、要はほぼ丸々一日あるわけですよ、時間が。で、まあ、香港で、まあ、まあ、香港も初めてだったし、行ってもいいんだけど、あんまりこう、あんまりピンとこなくて、その海岸の新鮮に行ったらどうかなってことをふと思い出しまして、で、あのたまたま僕のあの、マイコン仲間と電子工作仲間の人が、まあ、何かいまして、その千川さんっていう人が、まあ、来たことあるんですね。新鮮に行ったことありまして、聞いてみたらですね、駅を出ると通り並んでいる大きなビルの全てが、上から下まで、地平線の端まで全部、パーツ屋だって、部品屋だって言うんですよ。いや、それはちょっと大げさだろうと思うわけですね。ちょっとヒールもちょっと異なるでしょう。と、まあ、行くまでは思ってたわけです。で、それで、まあ、ちょっと、公共交通機関を使いまして、香港から新鮮入りまして、まあ、新鮮駅から行きました。で、その、この人が言ってた、まあ、例えばね、あの全然あの大げさじゃなかったんですよね。リアルに、本当に、もう、地平線の果てまで部品は続いている状況でして。で、これは、で、結局この時は、あの、結構往復時間かかるのと飛行機の時間もあったので、結局、多分1時間もいなくて、1時間30分ぐらいしかいなかったんじゃないですかね、だったんですね。で、これはやばいなと思って、ほら、ほんと、語彙がなくてすいません、もうやばいと思いまして、次回来るときは、さっさと握りしめて、1週間ぐらい来たいですと思ったわけです。で、その1年後ぐらいですかね、あの、中須さんから、こういう観察会やるけども、みたいな話をいただきました。あの話をもらったので、まあ、それに合わせて行こうと思って行ってきました。で、まあ、こんな話です。まあ、それが、今さっきの、井上さんの話にあったのは第1回なんですけども、こういったのは第2回の観察会でした。まあ、というようなのが、僕と新鮮の関わりのスタートとなりまして、まあ、その続きの話はメインの方でしていきたいと思います。改めまして、今日のお題は、まあ、今ちょっと話が進んでたんですが、ムーアの法則っていうのを軸に、あの半導体ですね、あのコンピューターの中身にある半導体を、まああのその半導体の技術自体はもちろん研究対象になるし、あのビジネスとしても大事なものがあるんですが、まあ、それをそういう、まあ、そういう話じゃなくて、それが、まあ、イノベーションの道具としてどういうような価値があるか、意味があるか、まあ、その歴史も踏まえてちょっと話をしたいと思います。簡単にご紹介しますと、改めまして金沢大学教授なんですけれども、一応専門はあの半導体の、まあ、回路の研究で、まあ、特にイメージセンサーの研究をやっています。あと人間絡みのインタラクションも結構好きなんですが、まあ、副業で、まあ、本業通がメーカーでして、まあ、ハンダ大好きなんですよね。ハンダの煙で癒されるという人が、まあ、世の中にいるんですよ、こういう人が。好きなハンダは鉛ハンダ。先ほどの今日の朝にお話しあった水産エンス、委託販売という話がありましたが、それに何個かボードを置いていまして、あのアルディーノ のコピーは売れないんだけど、なんとかドゥイノは売れるという話で、僕は2つ売ってまして、ピーソック1ドゥイノとカーデュイノというのを2つ、2つ自分でボードを作って、こちらに出て販売しています。あと全然あの電子関係ないんですが、この抵抗コースターというやつも、まあ置いてまして、これも委託販売と言っていただいて、まあ、ちょこちょこ売れてるみたいです。まあ、こんな、教員です。で、今日の話のお題は、その、まあ、あのコンピューターの中身の半導体ですね。半導体の中身に、まあ、それ自身に少しだけお話をした後で、その歴史と現状についてお話をしたいというのがまず一つ。それから、まあ、それの裏付けになるあの法則のものがあるんですが、それのもうちょっと深い、もうちょっと見た話を2番目。で、その後で、まあ、あの昨今の、まあ、この時代に半導体とどういうふうに付き合ったらいいのかな。これはあの半導体の研究者とか開発者がどう取り組むかではなくて、それを使って、例えば AI とか IoT とかのイノベーションを起こしていく人がどういう半導体と付き合ったらいいのかなという話を通し、まあ、最後にしたいと思います。プラスアルファで、まあ、その背景の話を、もうちょっと背景の話を少しおまけとします。さて、まあ、今日は先ほど言ったように、前半の話の大半はこの半導体というのがお題になりまして、まあ、あの半導体って、まあ、物理的にはですね、物理的にはまあこういうあの電気を通しにくいみたいな性質があるんで、まあ、そういう話はあるんですが、それは全然あ
あの寄せてもらって結構で、まあ、要は電子回路を作る材料です。で、まあ、電子回路を、まあ、だんだん大きくあの複雑にしていくとコンピューターになって、まあ、それから AI とか作れるよっていう、そういうあのベースになる道具ですね。ですから、スケッチブック、あ、絵を描くスケッチブックのようなもので、まあ、好きな絵を描くためのスケッチブック、まあ、その上に、絵を描くための鉛筆とかペンとかそういうものです。まあ、今度は大体あの電子バラスのような感じで基板の中に基板があって、まあ、こういう部品が載ってますが、こういう部品が集積回路です。あの半導体、いわゆる半導体チップです。でこの中にはですね、あのこういう箱の中に、さらにこういうちっちゃい、大体数ミリ角、5ミリ角ぐらいの、あのまあ、キラキラ光るあのかけらが入っていまして、これが、半導体チップの、まあ、本体です。ちなみにこの中では半導体チップで見たことがおられます。生パラパラあります。ぜひですね、あの見たことない方は、あのご家庭にあるものでぜひやってみてください。あぶると見られます。そうですね、このあのバーベキューのバーナーって大体皆さんお家にありますよね。あのバーベキューの炭火製品です。あれでですね、こう IC のチップをこう炙るんですよ。3分ぐらいで OK です。そうすると、この周りのパッケージが炭化してボロボロになりまして、それをこうちょんちょんとやるとこう崩れてきて、中チップが出てくるんですよ。ぜひ、どこの方が出てくるので、見れるので、ぜひ見てみてください。まあ、こういうものです。さて、それで、まあ、少しだけちょっとだけ、あのボトムアップの話で、だんだんこう積み重ねていく話で、まあ、こういうものなんですね。中の構造はこんな感じで、まあ、シリコン、まあ、大体シリコンを使うんですが、シリコンの結晶の中に、まあ、こういう構造物を作り込んでいって、それが、回路として機能して、それが回路として機能する部品が、まあ、こういう、トランジスタ部品があって、まあ、それを、まあ、組み合わせていくと、まあ、もうちょっと大きな回路になって、さらにコンピューターになっていく、そういう部品です。で、まあ、その、まあ、いろいろとですね、この半導体の産業として見てみると、あの日本の半導体に限るとものすごい景気悪い話がたくさんあるんですけども、世界的に見ると全然のことがありませんでして、まさに成長産業です。これ、ちょっと古いデータではあるんですが、世界の半導体市場統計ではそもそも私は今年が最後なんで、もう来年以降このデータは出ないんですけども、まあ、一応見通しとしては2018年、まあ、今年2017年の市場なんですが、まあ、それ以降も、まあ、ちゃんと成長産業ですね。これ、昨今の AI とか IoT の、とかが後押ししている、まさに成長産業です。ただ、まあ、日本の半導体っていうのはあまり景気がいい話じゃなくて、まあ、結局そもそも会社がもうなくなってるんですよ、ね、ね、まあ。そういう時代。ただ、昔はですね、こういうことがあったんですね。ちょうど僕があの大学入った頃の話なんですが、絶対ちょっと平成が始まるかどうかぐらいの頃です。半導体摩擦っていうのがあって、日米貿易摩擦の中の最前線、車と並んで最前線の貿易戦争がありまして、要は日本の半導体があまりにも性能が良くて、あまりにも安いものだから、アメリカからこう怒られてたわけですよ。で、その、減産とかですね、減産の要請があったり、あとその、制裁でこう関税がかかったり、あるいはアメリカのやつを買えみたいな、まあ、今の農産物と同じですよね、ああいうのが実はありました。さらに言うとあれですね、ファーウェイ問題とか極めてよく似てますよね。30年だと同じような構図なんですかね。まあ、要は、元気が良すぎる、アメリカにとっての脅威を、まあ、こう叩き潰そうみたいな話ですね。で、まあ、確かにこれ、こういうふうにアメリカから睨まれるぐらい半導体の、まあ、景気良かったわけですよね。ちょうどこの頃です。日本、世界の 50%、半分超えてたんですよね。世界の半分以上は、半導体の半分以上は日本が作ってたわけですよ。で、まあ、ただそれでこうアメリカからいろいろ叩かれたんだけど、まあ、それにもめげず成長してたんだけど、まあ、ちょっと今から話をする経緯がいろいろあって、まあ、今、昨今では、これ、だいぶ古いですね。もう今、ほぼ、もう、ゼロにかなり近く、ゼロとは言いませんけど、一桁台まで下がってきています。こういう、まあ、こういうのが現状なわけです。だから、まあ、ちょっと前にニュースだとこんな感じで、こうです、まあ、削減やらですね、希望退職やら、公的資金配分みたいなのが、まあ、よく新聞に言わしてたわけです。で、まあ、その、日本の半導体産業がなんでこうなったのかとか、それに対して、まあ、そもそもこの産業政策ってどうなんだみたいな話はいろいろあるんですけど、今日はその話はメインではありません。そういうところを議論する人もいますし、いろいろやってる人もいるんですけども、まあ、今日はその話はあまり考えず、一応こういう事実があった、今こうだということを踏まえるんですけども、それを踏まえた上で、半導体とどう付き合っていくのかな、そ
その技術者ではない人は付き合っていくのかなという話を少し、まあ、メインにしたいと思います。で、改めましてちょっと半導体の歴史をちょっと紐解いてみますと、コンピューターの歴史はすごい表裏一体なんですね。コンピューターが世の中に現れたのは約70年ちょっとか、もうすぐ80年ぐらいですかね、ぐらい。ちょうど戦争終わった頃です。これはアメリカ電薬と思ってたんですが、で、まあ、この頃からコンピューターがっていうのは世の中に現れて、まあ、世界で使われて始めていったわけですけども、最初はめちゃめちゃでかかったわけですよ。これ部屋ってほとんどフロア一つ分ぐらい占める機器がみっちりあって、このおじさんが操作して、これコンピューターですの端末です。で、今こういう部品が使われていて、めちゃめちゃ電気を送って、部屋一つ分なら電気で、まあ、大体1秒間に5000回ぐらい計算ができたそうです。まあ、これは当時の、まあ、それが今となっては、まあ、パソコンはもちろんそうですけども、スマホみたいなものであるとか、まあ、もっといろんなところでコンピューターが使われるようになってきています。で、サイズがもちろんちっちゃくなったのに加えて、性能が上がっている、あるいは電気を食わなくなっているというすごく大きな進化があります。で、これで、この境目ですね、なるのがこの集成管理、今日先生でお話をした集成管理、いわゆる半導体チップが発明されたのは60年ぐらいなんですが、例えばもう70年ぐらい前なんですかね、60年ぐらい前なんですかね、これがちょうど境目になりました。で、まあ、こんな、最初こんなんだったんですよ。これ、その頃のアメリカのパテントの図面なんですけど、この左側はこれ、ロバート・ノイスという人が書いて出してる特許の図面、これはインテルの創業者の人。もう20年くらい前に亡くなった方なんですけどね、まあ、こういう特許とほぼ同じ時期に、このフィリピンと出したこういう特許もまあありますし、ちょっと原理が違うんですが、まあ、大体同じものです。このフィリピンという方はお先まで行ってた方ですね、うん。まあ、いずれにしてもこの、半導体材料と言われる、まあ、大体ケースをシリコンを使いますけども、シリコンの結晶の中にこう回路を作り込んでいって、それが、まあ、何か働きを持つ、例えばコンピューターだったりメモリーだ、そういうようなものを、まあ、半導体チップ、または集成から出てきます。で、まあ、ここからこれで発明されたわけですけれども、まあ、その後の進化の歴史というのがありまして、これがムーアの法則なんですね。で、ムーアの法則って、ちなみにムーアの法則って名前は聞かれたことはどれくらいありますか？ありがとうございます。じゃあ結構、名前は皆さんご存知ですね。まあ、少し、じゃあ、もう少しお話をしますと、これムーアっていう人、ゴードムーアっていう人が65年に論文で述べた法則的予測ですね。将来多分こういうふうになっていくだろうみたいな予測なんだったんです。で、そのこのこのゴードムーアも似てる創業者の一人なんです。で、まだ存命です、生きてます。なんですけども、その述べただから、この人は別に自分でこうムーアを押すって言ったわけじゃなくて、こういうふうになるといいねっていうのを、まあ論文で書いた話なんですけども、まあ、それはカルテックの小川ミドという人が法則という名前をつけて、まあ、それでよく知られるようになったという順番があります。ただ、これから少し話をしますが、これどちらかというと法則というよりは予測でして、つまりこういうふうになっていくだろうというように予測に、まあ、いずれだんだん変わっていって、しかもそれがさらに、指針になっていったんですね。つまりこうなるべきだ。つまりモアの法則は、過去はこうだったし、将来はこうなるといいねっていうのを言ったんだけど、それを、まあ、業界の人が、まあ、その半導体を設計する人が目標として見返っていきました。だから今こういう風だから、来年はこれぐらい技術を進歩させなきゃダメだよねっていう指針に変わってきたんですね。まあ、それでだから、このムーアの法則で、まあ、こういうまっすぐ伸びていきますよっていう、まあ、予測なんですけども、これ予測ではなくて、予測が当たったのではなくて、そうなるようにみんなが頑張ったからこうなったという背景があります。だからよくゴードムーアで未来を予測してできた人だみたいなこと言われることもあるんですが、そうじゃなくてムーアがこうなるといいねって言ってた未来をみんなが頑張って作ってきたというそういう意識があるわけですね。で、簡単に言いますと、年を取るとコンピューターが速くなるよっていうそういう法則です。で、これ実際ここにっていうふうに載ってる資料なんですけども、横軸が年と70年からちょっと古いの2010年まで、縦軸がトランジスタの数と書いてありますが、まあ、そのコンピューターにの、ハードデチップに乗っている部品の数、だから部品が多いほど、いろんなことができるので、まあ、その上に行くほど性能が高いというふうに考えてください。で、ちょっとこれ注目していただきたいのは縦軸のこの、軸でして、これ一目ぼれごとに10倍違うんですよね。1万、10万、100万、1000万、1億。
あの1、2、3、4、5じゃなくて一重百千万っていういわゆる対数軸という軸です。こういう増え方をしてるんですね。でこれはあの、まあ、昔皆さん高校の頃に投資数列があったかもしれませんが、まさにそれでして、毎年何倍っていう増え方をしてるんです。あの1、2、3、4、5じゃなくて1、2、4、8、16という増え方をしてるわけですね。で、まあ、調べると大体1年間で 1.5 倍になるという、まあ、そういう傾きになっています。こういう方で、だから、すごい、あの指数関数的に、まさに指数関数的にこう増えていく、まあ、そういう、予測の通りに、まあ、技術が、追いついてきたという、まあ、そういう側面があるわけです。で、まあ、確かにこういう事実はあるんですけども、じゃこれなんでできたのかっていう話なんですね。で、あの、世の中、あのまあ、特に技術の進歩って、あの頑張ってできるものだけじゃないわけです。つまり、ムーアがこういうような予測を立てて、それを実現していこうというみんなが頑張った、まあ、その人そういうところがあるんだけど、それだけじゃやっぱり世の中進歩しないわけですよ。で、2つこれ理由があって、1つは、次からお話をしますが、すごいからくりが、物理的にやりやすいというからくりがあります。で、もう1個はそれでね、メリットがあるという話。まずは前者の話。で、あのこの原理、まあ、からくりっていうんですかね、これめちゃめちゃ簡単なんですね。あの一言で言うと、これと同じスタートです。部品の一番小さい、最初の部品の断面構造なんですけども、こいつを頑張ってちっちゃく作るんですよ。同じ形でちっちゃく作る。だったらこれだけです。だから一個一個の部品をちっちゃく作る、頑張ってこう微細加工をして、あの微細加工をするために、まあ、もちろん技術開発はいっぱいあるんだけど、それをしてちっちゃく作ります。そうすると何がいいことがあるんですかねっていうのが、まあ、実はちゃんとこれ理論計算ができまして、簡単に言うとめちゃめちゃあの、いいことがたくさんあります。具体的に言うとコンピューターが、例えばコンピューターのスピードが速くなる、コンピューターの計算をする、計算スピード、計算性能が上がります。まあ、これあの理由は簡単で、電子が移動する距離より近くなるからという理由なんですが、まあ、速くなる。それから電気を加える。まあ、当然コンピューターは電気で動くわけですけども、その同じ演算をするために、必要な電力を電力消費というのが減る、まあ、そういう側面。まあ、例えばスマホとかのバッテリーも強くなるわけですね。あともう一個は機能が上がります。うん、例えば、SD カード、あのデジカメとかに行ってる SD カードの容量って、まあ、ある意味メモリの性能なわけですね。何ギガバイトのデータを記録できるかって性能なわけだけど、同じ SD カードでも1ギガ、2ギガ、4ギガ、8ギガ、16ギガってありますよね。そういうふうに性能が違うわけですけども、その性能を上げられるという、機能を上げられるという面があります。まあ、なので、理屈はいろいろあるんですが、簡単に、まあ、なので原理は簡単、原理は簡単で、ちっちゃく作ったらいろいろいいことがあるよというだけの話ですね。集積で機能が上がるというのは、これも原理は簡単でして、これ上から、カムダチの上から見ると、こういうふうにこう、まあ、1個のトランジスターが占める面積があるわけですが、その面積を占めているトランジスタがちっちゃくなるので、まあ、同じところに例えば4個入るわけです。1個1個ちっちゃくなる。だから、同じチップの中に入る部品の数が増えるので、機能が上がりますよねっていう、まあ、そんな感じの理屈ですね。まあ、そういうわけで、こういうからくりがあるんです。で、それがあるとすごい分かりやすいわけですよ。つまり、コンピューターの性能を上げるためにはどうすればいいんですか？それは頑張ってちっちゃく作ればいいだけなんです。頑張ってこのちっちゃく作る、まあ、それを例えば、ぶどまりよく、安価に正確に作れるようにすればいいだけなので、頑張ってそれを、その技術開発をすればいいわけです。実際それに通り歴史が進化してきていまして、このぐらいの縦軸が、大きさです。まあ、この設計要領というのは、この部品の、一個一個の部品の大きさだと思ってください。で、まあ、こんな感じでずっと下がっていく。つまり、一個一個はちっちゃくなってくるので、まあ、先ほどの1個のトランジスターが小さくなってくるという、まあ、こういう歴史があります。で、これ古いデータではあるんですが、大体この予測通りに進化しておりまして、どれぐらい小さいかというとですね、そろそろ原子が見えるぐらい量産されています。これ5年くらい前に作った資料で、2020年頃の予定が書いてありますが、実際これぐらいのものが今量産されています。うん、予定で本当にそろそろ量産されている。でこれどれぐらいかというと、この粒々がありますよね、この白い。これが一個一個がシリコンの原子です。普通は原子って化学の範囲だと、モルって大体測ります。10の23乗個ぐらいで、まあ、大体物質の量だったけど、そうじゃなくて原子って何個、10個、5個みたいな感じで、
入っていないトランジスタがコネクトしている。これがちゃんと、機能を果たして、それが例えば1億個とか、集まってコンピューターが作られているわけですね。まあ、これを見ると、ね、お金が絡む技術が進むというのはまさにシーンでして、まあ、頑張って微細化しようよって言って、例えば政府が微細化を進めようというのは、それ絶対進むわけがなくて、あくまでも微細化するといいこと、コンピューターが速くなって、で、ユーザーが喜んで、まあ、作る側も儲かって嬉しい、だからこそ、その微細化を進めようという、そういう力が働くわけですね。まあ、そういうのが実際に見えます。やっぱお金って大事だなというふうに思うわけですね。さて、それで、この微細化されて、コンピューターの性能が上がってきたという話が、まあ、これまさにこれはこそれはこれなわけなんですけども、それはもっと違う側面から数字で見てみたいと思います。これ左側のこの緑の枠が40年ぐらい前のコンピューターです。レッグのバックスっていうのが、まあ、当時まあまあ早いコンピューターで、まあ、この数字がこう性能だと思ってください。これ1っていうのは、まあ、ちょっと単位は覚えてるんで、これがコンピューター性能です。1。これ、まあ、これが基準の数字。で、そうすると、その時代の、世界最速、世界で一番速い、まあ、スーパーコンピューター、これ世界最初のスーパーコンなんですけども、これがクレイワンってやつで、大体100ぐらいでした。40年ぐらい前で、あ、もう40数年前です。40年ぐらい前で、大体100で世界最速は100だったんですね。で、じゃあ今はどうかっていうと、この前、引退 しました日本の理研の経営スパコンがありまして、あれが大体10の9乗ぐらいの性能です。ちょっと単位は違います。あまり気にしないけど、まあ、目安だけ、10の9乗ぐらい。100から10の9乗ですから、なんとですか、10の7乗だから、1000万倍ぐらい速くなってるわけですね。確かにコンピューターは速くなっています。なんかムーアの法則で、トランジスタが小さくなって、でコンピューターの性能が上がったのは確かに事実で40年経って1000万倍が速くなっている。もちろんこれ理系の経って世界最速ではないので、今はもうちょっと性能が高いと思っていますけどね。まあ、確かにコンピューター速くなったんだけど、もう一個側面があって、例えばですね、プレステ4なんてのはこれ2万いくつぐらいなんですね。プレステ4で2万ぐらい。ご家庭用のゲーム機で40年前のスパコンの200倍ぐらいの性能のものがご家庭用のゲーム機になっているわけです。スマホもこれだいぶ古い iPhone ですけども、それでも大体2万いくつぐらい、最近のもあと2桁ぐらい性能が高いです、うん、だからその世界最速のコンピューターはもちろん速くなってるんだけど、それそこまで速くないにしても、まあ結構40年前のスパコンよりも圧倒的に速いやつが、スマホのような計算がメインの機械ではない。スマホってコミュニケーションとかゲームのための機械ですよね。こういうのに使われていたり、あるいはゲームに使われている。初代のゲームでは100人くつぐらいです。だから小学生のゲーム機ですら40年前のスパコン並みの性能です。さらに言うと、この家電にも最近コンピューターが入っていまして、例えば炊飯器でも、今時もうちょっと高いのが多いですが、一昔前だともう大体20人くつぐらいの、コンピューターが高いのが入っています。卵っちも10ぐらい。つまりコンピューターの進化って2つ側面があって、1つは、まあ、確かに速くなった、世界トップのコンピューターは速くなりましたと並んで、なんかパッと見コンピューターじゃないものにもコンピューターが使われている、しかもそれも、40年前のスパコン並みに速くなっているという側面があるわけです。だからこの2つの側面があるんですね。でつまり 上方向に伸びる、進化と横方向、まあ、要は水平展開している横方向に使われ方が広がる、身近なものに使われるようになるという進化がなんかあれですよね、なんかその、うん、半導体回路を微細化するのってコストは安くなり性能が上がるので、典型的な正解がすごいはっきりしてるイノベーションで、そうですね、技術開発でそういうケースってあんまりないんですよ、はい、軽くすると強度が落ちるとか、だいたい何回やると他の何かがダメになるんですよ。でも半導体の微細化って本当にそれやって損すること何もないので、全力であらゆる予算をぶち込み、世界最高峰の性能をぶち込んで、あらゆるレイヤーで材料のレイヤー、機械のレイヤー、設計のレイヤー、とにかく喫酷すると最高みたいなことをやると人間はものすごい力が出てくるんです。そうですね、はい、うん、はい、どうぞ。正解のあるイノベーションって、はいはい、日本得意だと思うんですけど、はいはいはい、その正解のあるイノベーションでなぜ日本はゼロしたっていうところがしたる理由なんかあるんですか？おいおい、多分おい、それはおいおいちょうど出ます。はい、お話は後で続々出てきます。はい、で、まあ、そういうわけで今ちょっと高橋さんもありがとうございます。その補足もちょっと後で出てくるんですけども、結構分かりやすい例ではあったわけですね。
要は微細化さえすれば、まあ、みんながハッピーになる。だからこそみんなで頑張って微細化するってことやってました。ただまあそれ確かに性能上がったんだけど、使われ方が広がったっていう側面がやっぱりいろいろあって、例えばまあちょっと違う面で言うとこんな感じですね。昔のコンピュータ、大昔のコンピューターは国に1台、会社に1台しかないので、これでゲームしたら怒られますよ。怒られる、クビになります。ちゃんと仕事で使うわけです。で、一昔前のコンピューターっていうと、まあ、いわゆるパソコンです。まあ、個人で1台。まあ、大体仕事とか勉強で使う。まあ、大体10万ぐらい。だったわけだけど、まあ、今時のコンピューター、もしパソコンももちろんありますけども、まあ、それに限らず、スマホもしっかり、ゲーム機しっかり、あるいは、もう、そもそもコンピューターの形をしていないコンピューターもたくさんあって、まあ、家電とかたくさんあって、まあ、いわゆるユニシャスですね。まあ、1個100円とかで。こういうふうにコンピューターが使われる場面が、いわゆるコンピューターしてなくて広がってきたという、まあ、そういう変化にもやっぱ現れてきているわけですね。で、このムーアの法則でコンピューターがこういうふうに変わってきたわけですけども、ちょっとそれを経済的な比喩で確かめてみたいと思います。で、今ちょっと高橋さんに補足してもらった通り、誰も損しないですね、微細化すると。メーカー、作る側からすると微細化によって性能が上がるわけですし、まあ、そもそもこれコストが下がります。というのは、1個のチップでたくさん回路を積み込めるってことは、1個あたりのチップの単価が下がるので、それは、まあ、後で話をしますけども、まあ、メーカーとしてはいいことばかりになってます。で、それを使う側、ユーザーの側からしても、まあ、要は、最近でもそうなんですかね、しばらく前だと、大体パソコンってこう、来年になったら新モデルが出て、大体性能が上がってるわけです。スマホもそうですよね。やっぱりユーザーからすると、まあ、しばらく待ってれば、このムーアの法則で性能が上がって、よりこう性能が上がって、みんなハッピーになる。だからもうちょっと待った方がいいかなみたいなジレンマがあるわけですね。あるいは値段が下がる。こういうふうに、作る側にとっても使う側にとっても何も悪いことがないので、まあ、すごい分かりやすい例でした。まあ、これ本当に半導体とか電子産業、エレクトリック産業のもう得意性といっても、他の産業でほぼ見られない、そういう事例です。で、これはですね、機能単価というか、指標で考えるともすごく分かりやすくて、機能単価というのは、名前の通り、単値段割る機能です。例えば、ちょっと次のページいきますね。メモリの例を考えましょう。SD カード、ちょっと数字がすごく、数字は、古い数字ですけど、まあ、目安として。例えば 1GB で 1000円メモリがあったとしましょう。SD カードが。で、4GB で4000円のものがあったとしましょう。これどっちがお得ですかと考えてください。1GB で1000円と 4GB で4000円。まあこれ、値段が4倍だけど性能も4倍だから、まあ、お買い得感ってあんまり変わらないですよね。まあ、容量に合わせて買えばいいわけです。ところが、同じ 1GB で250円。売ってるやつとか、あるいは 4GB なんだけど7000円ですって言ったら、これめちゃめちゃお買い得なわけですよ。4倍お買い得なわけですね。まあ、これを、値段を、まあ、性能としては容量で割ると、上のやつはいずれも1000円パー GB なんだけど、下のやつは250円パー GB。つまり4倍お買い得なわけです。で同じように、CPU とかでも、まあ、やっぱりそういう機能単価で制限です。定義ができて、性能割る、値段割る性能っていうのに定義ができる。これもやっぱり上がる、良くなる、お買い得になるわけです。だから機能単価で見ると、まあ、確かにその機能単価が下がるっていうことがユーザーにとっては嬉しいわけですね。やっぱり単価が下がってるから、同じ値段でいいものが買える、または同じ性能のものが安くなるということですから、それはユーザーにとっては嬉しい、だから売れるようになるっていう。で、ムーアの法則はまさにこの機能単価を下げることができるわけです。つまり値段を変えずに、チップの材料費は変えずに値段が上がるのか、性能が上がるので、単機能単価が下がる、つまりお買い得感が増すということが、この微細化するだけでできちゃうわけです。微細化するだけで、性能が上がるので、なんか、ね、値段下げずに、値段上げずに、だからお買い得感が増す。これいいことばかりですね。ただ、これやっぱり得意性がありまして、車なんかはこれそうはいけません。例えば車の機能単価っていろいろ定義があると思いますが、例えば、燃費あたりの価格というのを借りて定義しましょう。まあ、この燃費というのは車の性能の指標と考えて、値段割る燃費、まあ、エンパー、リッターパーキロメーターみたいなで。これってそうは上がらないですよね。車が来年の新モデルになって、燃費が2倍になるかって言ったら、そうは。そうはない。まあ、たまにもちろん、なんか、
ちょっと上がるんだけど、そんなに急激に上がるわけ。まあ、そういう意味では、でかつ値段もそんな変わらないですね。車の値段って金額とかならないので、だから機能、車にとっての機能単価である燃費あたりの価格っていうのは、半分とかにまずならないわけです。どう頑張って。あるいは最高精度、最高速度を出展してもいいでしょう。値段割る最高速度って定義しても、やっぱりこれ、2倍にならないですね。いくら、同じ車が性能、最高速度同じで、値段が半分にはならないし、材料費があるので。そのうち値段の話も最高速度2倍にもならないですよね。仮にデータを数値で出ても車の行動を走れませんから値段を下げられる。だからやっぱ車の中でこの、まあ、例えばこの2つの例でいくと機能単価って下がらない。だから、まあ、実際こういう例がたくさんあって、むしろこの半導体とか電子産業の方が珍しい、あのケアのレアなケースです。だから半導体は機能単価を下げられるからこそ、ムーアの法則に従って、まあ、みんな頑張ってリサイクルしてきたという側面がある。まあ、そういう歴史がこのか、この先ほどのこのグラフ、これなわけですね。40年後、50年ぐらいにわたって、ずっとこの調子でみんな頑張ってリサイクルしてきた。それは作る側も買う側もいいことがたくさんあって、嬉しいから頑張ってリサイクルしてきたという事実なわけです。ただ、これがですね、裏目に出る場合があるんですね。で、これちょっともう一つ古い話なんですが、ちょうど日本の半導体が多分、凋落始まったきっかけの一つなんですけども、30年くらい前ですかね。90年くらい、92年くらいの。これコンピューターの中の部品、メモリーの中に DRAM っていう部品が、まあ、ありまして、DRAM の、もう話なんですけども、このモアの数字が大体3年で4倍に、メモリの容量が、性能が4倍になるっていうのがずっとこう世代交代してきました。3年経ったら4倍のものが市場で、まあ、メインになるっていうのが続いてきました。で、その中でこういうグラフがありまして、これが1メガ、まあ、その世代。1メガがまあこういう感じで市場がずっと立ち上がってきたんだけども、まあ、3年経ったら4倍になるはずなの、まあ、はずっていうかそうなるはずだから、それに向けてこう技術と投資とかをしているわけですね、半導体メーカー。そうすると、この辺で91年ぐらいで、まあ、この辺から4メガが立ち上がってくるでしょう。このグレーが予測です。この黒い線が1メガで、この調子で4メガがこう、次の世代で4倍の性能の4メガがこう上がっていくでしょうと。ということがありました。で、それに向けて投資をしてたわけです。実際どうだったかというと、こうだったんですね。この黒いのが実際に実績でして、91年、全く売れなかったわけです。これぐらい売れるはずの4メガが半分も売れなかった。92年もしかりです。これもちょうどこれ、も半分までいかないけど、まあ、6割ぐらいしか売れなかった。で、これってその投資的に考えるとめちゃめちゃやばいわけです。ここまで売れるはずで投資、めちゃめちゃ設備投資したのに、全然売れなかったから、もう大赤字なわけですね。こういう歴史がありました。でもこれは別に半導体が使われなくなったわけではなくて、あるいはその世界の景気が悪かったわけでは決してありません。その証拠に、その後、ぐっと上がっているんですね。この辺で急激に上がり始めて、ここで予測を上回って、実際この後、急激に上がっていって、一応長くなっていくという変化をしている、世代交代しています。別に景気が悪かったとか、メモリーそのものが売れなかった、メモリーそのものの需要がなかったわけではないんだけど、なぜかここだけすごく予測よりも高くなっていたという事実。実際ちょうどこの辺が日本の半導体メーカーが落ち始めたところっていうのは、これに向けて設備投資をしてしまったがゆえに、それを回収できずに大赤字ですごい苦しんで、で次の4メガの次ですね、で16メガっていうののところで、これが悪夢になっていて、次の16メガの投資がすごいこう消費取引になっちゃったんですよ。それ以降、まあ、結局半導体ってこの頃ですね、創出産業とかで、設備投資しないイコール死なんです。15メガになるときにもう完全に出遅れてしまって、まあ、その頃から韓国とか他の国の方が台頭していって、まあ、そこから徐々に始まったという、そういう歴史で、まさにその転換点の次元、事象です。で、これなんでかって話なんですね。それをじゃあ、機能単価で考えてみましょう。先ほどの話です。値段割る性能と機能単価。これが低いほどお買い得なわけですから、それがお買い得の方が売れるはずだよねという話です。で、1メガの1つ前の 256K というのがありまして、1メガの1個前は、ですね、黒いのが 256K で、白四角が1メガ、まあ、この辺ですね。これが、機能単価です。これが下に行くほどお買い得なわけですけども、実際ですね、この辺で、まだこの白い方が、1メガの方が、次世代の1メガの方が、まだ単価が高い。
まあ、2号経営よりも容量は4倍だけども値段は4倍以上、まあ、5倍とか6倍とかしてた。だからお買い得じゃない1メガがここで出荷クロスしてるんですね。見頃が下がっていて1メガ上がってくるんだけど、ちょうどここでちょうどクロスしていて、ここで世代が入れ替わってるわけです、製品が。で、要はこの辺で何が起こってるかっていうと、1メガの方がお買い得じゃないけど売れてるわけです。1メガの方が単価は高い、容量4倍だけども値段は4倍以上しちゃって、容量あたりの性能あたりの単価は高いんだけど、それでもそっちの売れるっていう、そういう時代がこの辺がそうです、その状況です。つまり世の中のニーズとして容量が多い方が求められている。2号経営は全然容量足んないから、もっと容量が多い1メガが世の中に求められていたからこそ、多少単価が高くても売れたっていうのはこの頃です。じゃあ次4メガはっていうと、こうですね、4メガってここでして、これが4メガがこう上がってるけど、全然1メガに追いついてないですね。これ、しっかり割れでも単価はこういうの、単価はこれクロスしています。この数字と白三角が4メガなんですけども、こう下がってきて、ここで1メガとクロスしている。つまりこの時点では4メガの DRAM は1メガのやつの容量4倍、だけど値段も4倍。だからお買い得感は同じだったはずなんです。だけど全然ようなこと言えてないです。1メガ絶好調とコメントを言えてるんだけど、4メガまだまだすごいですから。だから世の中の流れとしては、4メガは性能、まあ、お買い得感は同じなんだけど、まあ、4メガは、まあ、いらんわというふうに、まあ、市場が見てるわけです。でもなんでかって話ですね。で、先ほど言った通り、メモリーの市場自体が下がっているわけではありません。実際、1メガの市場はまだずっと上がっていますし、まあ、利用は減っているといっても減り方がまだ緩やかなので、やっぱりそのコンピューターじゃなくて、DRAMの市場自体が減っていたわけではないんだけど、なぜか4メガはお買い得なのに売れなかったわけです。なぜか。これやっぱりユーザーなんですね。その頃4メガって使えなかったんですよ。で、この頃の DRAM の、この DRAM メモリの一番大きな市場はパソコンです。パソコンその頃って DOS なんですよね。Windows の1個前多いです。で、MS-DOS って、メモリがあっても使えないっていうソフトウェアの制約があって、4メガみたいにたくさんの容量をパソコンに詰めますよって言っても、それ使う方法がなかった。だから市場としては、いやそんな4メガなんてこうあっても使い切れんしってことで全然売れなかった。よりは、まあじゃあ1メガでいいよだったわけですね。でも、ここに、なんでこう入れ替わったかっていうと、やっぱ OS なんですね。Windows 3.1 が、1991年にして、ちょうどここで、OS の世代が変わりました。そうするとコンピューター、この Windows になるとメモリがいっぱい積んであった方が快適に使えるようになりました。それまではそうじゃなかった。だからこの OS が変わったことで、容量、メモリの容量は今じゃ全然変わらなくて、もっといっぱいあった方がユーザーとしては使い方が良くなる。まあ、91年以降です。そうすると、やっとこそ4メガの出番なわけです、うん。で、それでちょっとこの辺で、この辺まだちょっと、まあ、その効果なかったんだけど、ここからグイグイと急に上がり始めて、4メガの方が市場、ニーズが増えてきたわけです。つまり、はい。はい、この、世代交代の市場の立ち上がりをどう読むかという話で、はいはい、シリコンバレーが強いと言われているのは、つまり、ムーアの法則が成り立つ産業ばかり強くなっていて、そしてその産業が入れ替わるときに人材の流動性が激しく、はいはい、もうそれぞれに危機しています、はいはいはい、そうすると半導体産業と例えば OS 産業で、はいはい、人材の交流がとても多かったので、はいはい、この予測を正確に情報共有できていた可能性があるのかどうか。それの分析の話はあまり聞いたことがないですね。ないですね。なるほど。どちらかというと、多分それよりは、半導体の業界の方がちょっと技術過剰になっていた面が強いと思いますね。はいはい、それは特に日本の。日本はそうです。アメリカはどうかって、まあ、そこ実際アメリカではよくでもこの話は OS の切り替えが明確に見えていたら戦略が変わるじゃないですか。はいはいはい、で 3.1 がいつ出るかって、はい、まあそうですね、マイクロソフトが近くやった方がいいですよね。はい、でそこを見抜けたところは当然そういう政策がしますよね。はい、そうですね。で日本にはその情報が伝わっていなかったっていう解釈にも聞こえるんですよ、うん、なるほど。僕はその全部を探したわけなんですけど、僕が調べた範囲の話を総合すると、もうそこは考えてなかった
てるなとも考えてない。実際インテルもこの頃リアムカーで出してまして、あの今に言われちゃったんですよ。あと、はい、今になってからだとDOS より Windows の方がいいに決まってるじゃないかってみんな思うと思うんだけど、Windows バージョン1は前かくなゴミでしたし、 2.0 はさらにゴミでしたし、 3.1 は気がつくと大体の人にとって初めての Windows になってて、スーパー大ヒットみたいな感じだったんですけど、なんかあのなんだろう、その前のはそうですね、あの昔はあの後のマッキントッシュもそうですけど、まあ、Windows GUI が果たしてどうなのか、ね、それにある種これは正解のないイノベーションに近いけど、どっちが負けかわからないっていうのが、ね、そうですね、必要はなかったってことなんですね。そうですね、今回はそう 3.1 が売れるって売り出す前から分かってたのってそれは頭がいい悪いではないですね。クレイジーじゃなかったら予測できないと思います。その、まあ、みんなこれ明確にユーザーがなかったわけですよね。この時点では、いや、一応あの MS ソースもちょっと再構するという、あの僕にたくさんのそういう方法あることがあって、EMS とかあったんですけど、あとはラムディスクですね。ただ結構ギークは多くても使えるんだけど、ほとんどの人はそれが使えない。あと当時のパソコンってそこまでデモクラスされてなかったから、全体の何割がそういうハックOSとかもよくわかんないし、あと言うても汎用機やサーバーはメモリーバンバン使うんですよ。そうですね、そうそう、でも DRAM の市場としては最大で、ちょっと話も余談ですけど、インテル の会社のロゴってあの5年か10年前に変わったんですけど、その前のロゴってご存知ですか？覚えてない。あのいや、丸いインサイドじゃなくて、あのインテルのロゴで、あ、はいはいはい、E の字が下がってるんですよ。あ、下がってる、はいはいはい、あの I の文字かな、うん、何 E が何下がってるかっていうと、あのその頃そのインテルが創業した頃、実は実は DRAM メーカー、 DRAM の会社だったんですよ。インテルってプロセッサーの前です、プロセッサーに、うん、CPU の会社の前です、 DRAM の会社で、それがなんであのインテルって会社にしたかっていうと、あのこの E はですね、あのその頃のコンピューターのメモリって、あのいわゆるコアメモリなんですけど、コアメモリをこう駆逐するっていう、このコアメモリを食ってるっていうロゴなんです、ね、そういう人、ごめん意味わかんない。その傍聴が聞きがちなんで、インテルがそういう人たちがあの、ね、コアメモリを、まあ、ハンドメモリに駆逐して置き換えるっていうのがシャゼだったので、はい、そのために E が下がって、これがこうあのパックマンで食ってるみたいなロゴらしいです。あ、なんかその字の形がそれっぽく見えるからみたいなことを言っている。結構ちょっと意義を下げてるみたいな話を聞いたことがあります。面白い、まあ、それで DRAM の会社だったんですけど、まあ、ちょうどあの頃のあれでこう入れ替わってしまったので、もうこの頃は DRAM 色作らなかったんですけども、まあはい、日本のメーカーのとこなんかではあったんですけど、 3.1 はなんて言うんでしょうね、なんだろう、全員こけると思っていたゲーム機がいきなり今日売れるぐらいびっくりしたと思います。iPhone に近いですね。最初の iPhone に、うん、で iPhone とかも全員こけると思っていたし、実際バージョン1はパーフェクトなゴミだったので、うん、iPhone 3くらいですね、まともになった。 3G からですね。 3GS 3 と 3G、名前ついてない最初のやつ、はいはい、3がついたやつ、 3G になって日本で売ったやつ、はいはい、全部きれいにゴミでした。GS は使えます、まあ、あの使えるというか、そこから急激に、はい、ね、でも行き来で済むようになったのは4からですよね。あ、 GS まではもう1個持ってなかったらアホだみたいな、はいはい、だからガラケーだよみたいな。そう、 GS はだから金持ちだったらおもちゃにできるで、その前は金持ちでもおもちゃにできない、マゾしか使わないみたいな。ちなみに俺は買ってますもちろん。まあ、その物好きがガジェット好きだと思うんですけど、ガジェットおもちゃですよね。そう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 、まあ、そういう面もあるので、まあ、今は思い張ってのはあるんですけども、3.1 は確かに今では忘れなんですがという例がそうかなって思います。で、ただ、まあ、時代がきれいに一瞬に変わりましたよね。 3.1 になった時って、うん、そうなってから、Excel もマルチプランじゃなくて、まあ、Excel はもちろん後のソフトなんですけど、要は一斉にいろんなソフトが GUI になりましたよね。あ、それも早かったですよね、かなり、うん、そうですね、うん、オーダスを発動するありましたよ。しかもドスの、うん、あと生き太郎も急にドスから画面が、はいはい、要するに白地に黒になって、いろんなものが黒地に白だったのか。DRAM のメーカーでこのトランジションにうまくいったところの代表例で、そのこの頃ほぼ 100% 日本のメーカーしか DRAM 作ってないので、
相互系です。相互系で入れ替わったんですね。相互系で次の世代にこう処遇になってしまって、一応投資はしてたんですけど、うん、まあ、例えばその、ぶどまりとか、あの、はい、コストとかで、韓国に一気に抜かれた感じです。だから、その場合で言うと、韓国の方が、正解があるイノベーションだったんだけど、日本がゆっくり正解のイノベーションをかけるときに、このタイミングでドカッてぶち込んだのは、それはかなり偉いといえば偉い。そうですね、うん、これは、そういうクリステンセンのイノベーションのディレンマ的なものと、うん、ほぼその辺で、ね、そうですね。そうですね。あの、まさに。それだけクリステンセンのために上げてたけど、違うスペックの方が重要になってルールが変わって、入れ替わったってことですね。はい。そうですね。そういうのがありますね。まあ、でちょっと話戻しますと、まあ、確かにその、まあ、今思えばって話はあるんですけども、やっぱこの頃のやっぱそれまでの世代を見ると、あのもう一個やっぱり多分キーワードは機能飢餓なんですね。つまりそのユーザーが慢性的に機能が足りないと思っている状況、まあ、これ機能飢餓っていうんですけども、この状況は続いていたわけですよ。つまりパソコンによってね、Windows の前の世代ですね、パソコンにすごいいっぱいメモリのチップを乗っけないといけなくて、もう世界でかくなっちゃう。だからもうちょっとこう容量がたくさん、あの記憶できるメモリがあったら嬉しいなっていうのをみんなが求めていた状況がありました。例えば、まあ、もちろん他にも、例えばコンピューターの性能もそうです。あるいはサイズもそうかもしれない。性能がもうちょっといいのが欲しいなっていうのをみんなが思っている状況、まあ、こういう状況だと、それをここに応える製品が現れると一気に入れ替わるわけです。それしかもそれを運河の法則で、まあ、簡単に作れるわけですね。頑張ってリサイクルすればいい。こういうのが続いてきました。ただ、これがすごい長かったので、逆にこれに甘えちゃってるというか、思考停止になってる面があるんです。コンピューターは早くしたら売れるはずだっていうことです。で、あの、実際例えば、しばらく前、最近のあんまりないですけど、しばらく前だとパソコンのカタログの大体一番でかい文字って大体性能だったんですね。うんうんうん、CPU のクロック数が 何ギガヘルツとか、メモリ何メガ搭載とか、ディスク何ギガバイト搭載とか、性能が売りだったんですけど、最近はあんまり見ないんですよね。うん、要は皆さんパソコン買うとき性能見ますかって話です。うん、CPU のクロック数とか、うん、あのメモリの容量とか、もちろんある程度は出ると思うんですけど、昔ほど多分ギスギス見てなかったと思うんです。ぶっちゃけ、まあ大体使えるじゃないですか、パソコン。なんでも。どんなの買っても大体使えるわけですよ。だから性能に関してみんなあまり困ってないです。もちろん、あのバリバリ数値計算するとか、バリバリゲームする人はもちろんスペック見るだろう。それはごく一部の人で、ほとんどの人にとっては、まあ、性能はまあいいや。だからパソコンを選ぶときは他の多分指標で選んでいって、例えばデザインであるとか、大きさであるとか、ブランドとか、かっこいいとか、まあそんなんですよね。だからその性能に関してはもうそろそろ機能飢餓ではないわけです。うん、で、まあスマホも最近育ちつつありますからね。まあ多少、まあある程度レンジがあるにしても、まあ、でもスマホはもうちょっとまだ性能が、もうちょっと機能飢餓がある感じですかね。まあこういう感じが。だから、まあ、そのパソコンに限って言うと、あの長いこと機能飢餓が続いていたので、まあ、性能が、慢性的に足りていないから、世代が変わったら一気に入れ替わるっていうのが続いてきてしまっていた。だから作る側は思考停止になっていたわけです。まあ、何も考えずに、性能を上げれば売れるんだから、まあ、頑張ってそれをどうやって作るかだけ考えればよかったわけですね。ちょうどさっきの井上さんの話に微妙に似てますね。そうなんですよ。さっき聞いてて思ってて。そうなんです、コピー機は売れるんですよ。性能を変えれば、あのコピー機械は売れるんですよ。でもまあそうじゃないよね。だからそれがその、まあ、だからこれの意味はそれ目が一つあるのかなって気がしていて、まあ、そのパソコンメモリーの最大需要であるパソコンの性能機能飢餓がずっと慢性に続いているっていう見込みで投資をしてしまって、でも実は機能飢餓じゃなかった。その頃は当時機能飢餓じゃなかったんです。これがあった。だから機能飢餓ではなかったから売れなかったんだけどっていうのはこの辺なのかなというふうな気がします。まあ、なので残念ながらその結構あの半導体産業ってこの手の話が結構多くて、うん、機能飢餓のことを忘れて、この要は技術先行っていうんですかね、いかにこう技術を進めるかだけ考えてきて、それに対して投資をするんだけど、今作ってみたら売れませんでしたっていうのがあるわけですね。こういうのが、はい。はい、あのすごい全然よく分かってないんですけど、はいはい、この手の半導体産業って、よしお金を使おうって決めてから実際使えるまでどれぐらいかかるものでしょうね。なんとなく4年ぐらいかかる意味ですね。内容より経費ですね。
まあ、工場を建てるだともっとかかると思うんだけど、はいはい、なんとなく生産設備を新しくしようだと、はいはい、それでも 3,4 年ぐらいは普通にかかるイメージ。ちょっと後で少し奥の話しようかと思うんですけど、あんまないかな、あんまないところだけど、めちゃめちゃ最近は急激にサイクルが高くなりました。なるほど。昔の方はもうちょっとこうエリアで変えられたんですけど、うん、まあ、来年にそう入れ替えができたんですけど、やっぱその技術が高度になったがゆえに、そうなんですかね、技術開発にまずお金がかかって、お金突っ込んでもできない例が結構出てきていて、それがTikTok とかそういうサイクルになってるんですか。そうです。だとすると、この頃は多分3年とかだったはずで、そうです、はい、入れ替わりがあったから、それを見越して装置メーカーの方もそれを見越して開発してたんですけど、それが単にお金突っ込んだだけじゃ予想通りにできなくなってきてしまっていて、今だからこの頃3年だったのが多分5年とかもっと長くとかになってますよね。そうですね。例えば身近な例だとインテルがもう長らく次の世代に移れなくなっているので、もうそろそろ諦めたんじゃないかって話が出るぐらい意味なのもあります。それはそのリサイクル技術が進みすぎて、こうなんでお金突っ込んだらポンとできるっていうレベルを超えて、もうその原子何個のお玉に来ちゃったんで、うん、難易度が上がってるって面はありますね。その多分だけど韓国とかがその3年をちょっと短くするのができたと思うんですよ。3年が例えば2年6ヶ月とか、うん、2年とか、なんでかっていうと、その3年のうちの1年分ぐらいは多分社内承認とかなんていうかちゃんと検証するところの時間 で、 そこはバクチっぽくすると多分3年が2年は多分できるんですよ。そうですね。今の5年に伸びてるっていうのは技術的にすごい難しくなったからで、それは別にどう投資しようか別に5年は4年に決められないんだけど、うん、でも今は逆に5年ごとの新しい投資で同じ金額なのか、うん、バイプッシュなのかみたいなところでこう、うん、作業をしている。最近そのあの技術が進歩しすぎて、はい、リサイクル進めすぎて分業が進んでますね最近。うん、昔は垂直産業、垂直統合で電機メーカーがどこの会社もこう設計から製造までやってたんですけど、最近製造はもう自社でも行ってないので、製造専業メーカーというのはかなり世界的に寡占が進んでいます。今ほぼ3つに違われていますか。サム、TSMC、はい、うん、インテルすらそろそろ外注しているので、しようとしているので、AMD なんかも大前から外注してます。製造外注して設計は自社で。そう、その意味で正解がイノベーション系って理論的に、まあ、2社ぐらいまでしかの核戦になっちゃうんですよね。1社だとあまりに非道ができるからもう1社は残ることが多いんですけど、それもありますね。で、独禁法上ってことですかね。いや、ワールドだと独禁にならないから、もう体力は持たないんですよ。リサイ加工の製造技術が高度すぎて、その会社を自社でも持てるほどの体力はどの場所も持てないんです、ね、でその専業メーカーになっています。製造だけやる会社、完全に1社になるかというと僕は結構怪しんでいて、うん、完全に1社になるとその1社も無限に肥大化する以外のことができなくなってしまうの で、 そうです、ね、多分2社はなんだかんだ残ると思うんですよ、うん、それはなんか多分小選挙区制にしても2等は残るのと似たような多分ロジカと思っていて、うん、そうですね、うん、実際は片っぽがだからアップルが 3% のシェアをずっと残すと か、うん、だからそういう形かもしれないけど、なんとなく残ると思うんですよね、うん、まあ、今はほぼ先端は2社ですね、うん、TSMC とサムスンじゃないですか。3だけ TSMC、はい、もう一個あったんですよ。それはそこも撤退してたんです。で、やっぱその緊急話にちょっと戻りますと、まあこれやっぱり結構いろんな範囲で言う話で、例えばテレビなんかまさにそうなわけですよ、うん。で、もうだいぶ記憶から忘れましたが、ハイビジョンってジレジ以降ってありましたよね。2012年くらいでしたっけ。で、ジレジの移行ってなんでジレジに移行したんですかっていうのを、まあ、皆さん考えてます。まあ、どうして昔のアナログ放送からジレジに移行したんですかって感じで考えてます。なんでですか。多分、皆さん、こうやってアナログ見れなくなるじゃんってことだと思うんです。で、実際、アナログ停波があったから、まあ、地震を開会したわけじゃないですか。でも、これ、僕は、あんなに冗談だと思ってるんだけど、テレビジョン学会、まあ、今、いろいろ迷惑書いてますけど、こういうテレビとかの技術者の人って、画質が受け入れられると思ってるんですよ。つまり、アナログ放送の頃はみんな画質満足していなかった。ハイビジョン綺麗でしょ。だからみんなハイビジョン買ったんですって、本気で思ってるんですよ。違うでしょ。つまり画質センサーに対する機能機があって、そこまでじゃなかったはずなんです。確かに綺麗なんだけど、でもじゃあアナログを捨てて、
政治を買うかっていうぐらい出すだけでないっすね。で、またこの世界で 4K8K で残っていて、 4K8K 確かに、まあ、そこそこ売れてるかもしれないけど、じゃあ本当に今のハイビジョンの画質で皆さん満足不満なんですか？ 4K8K の画質が圧倒的に欲しいからみんな 4K8K 買うんですかっていう話ですね。で、これ本気で今のあの定常の中には思ってるんです。 4K8K は画質がいいからこれは普及するはずだ、だからこうそのために技術をどうやって開発するかって話になるわけです。一応ありますよね。もちろんそれは綺麗な絵が欲しい人いますよ。だけど見る間にはそうじゃないでしょう。というよりはそもそもテレビが競合する相手はそもそもあのテレビじゃなくて動画のわけですよ。今とはあって、ね、まあ、若いテレビみたいな話も当たり前の話ですし、であの、まあ、今思った例えばその、DVD のクリップの漫画だったのその類だと思うんですね。その映像メディアがあの昔ビデオ CD に変わって DVD になって、次じゃあブルーレイか HDDVD かという頃がありました。でそれでまあその、まあ、いろいろとその業界戦争があって、ブルーレイが残ったんだけど、でも今って皆さん動画ってブルーレイって言います？全く見ないです。僕ね、ブルーレイ持ってないんですけど、全く不便してない。でそもそもだって動画は今はネットからやってくるわけじゃないですか。ブルーレイってね、なんか何だったんだろうって思うわけです。でもあの頃はビデオ、CD、DVD って次はブルーレイもより大容量から綺麗な映像をたくさん記録的にメディア作んなきゃ。で、ブルーレイになったんだけど、でもその土俵が変わってたわけですね。だから気の気が、つまりその映画を、入れる円盤メディアに対する気の気が実はなかったわけです。そうそう、フィルターの戦場が変わっちゃったわけですよね。で、はい、気の気がの概念はとっても賛成で、はい、ただある種マグニチュードってどのくらいのデカさかっていう話じゃないですか。例えばテレビが白黒からカラーになった時って、うん、あれは気の気ががあったと言うんですか、はい、それはいい。それはどう、僕はあったと思うんですけどね。でもだからそれもだから何割ぐらいですか、うん、それが決定打で、うん、買い替えるかっていうことが、うん、まあ、ある種の気持ちの高い方なんですよね、はいはい、そうです。8割ぐらいとかそう思っていた気持ちが高いなんでしょうね。まあ、ちょっと気になるからあれだと思うんですけど、はいはいはい、あまりちょっと手取りの議論をあまり楽しめることはないですが、まあ、もちろんそういう価値 100% ではないですからね。何割ぐらいだったら、ある程度の割合の人がやっぱり買い替えるようになる、うん、そうですね、はいはいはい、あのまだ今日の話を聞いて、僕の時代経験してないから白黒からカラーになった時に本当に気の利かなったのかっていう感覚ってつかめないところ、はいはい、実際の時はあれうまいのは白黒とカラーで実は信号同じなんですよね、はい、上位互換なんですよ、うん、やっぱり同じ信号で白黒テレビが見れるんですよ、うん、つまりあの白黒の映像信号 ATSC って言うんですよ、信号をちょっと拡張してあのその信号にちょっといらない、いや余分な信号を乗っけてカラーにしてるので、白黒テレビはその信号を読めないだけで、なんか絵は見れるんですよね。だからその辺は結構うまくいこうできたんですけど、地デジは明らかにこうスパッと切り替えられてなかった、ね、だからこそ、まあ、ある意味こう強制的に交差したわけですけど、あのアナログ電話をしたわけですけどっていう話ですね。まあ、そういうわけでその、まあ、こういうのを見てみると気の気はすごい大事で、その産業のあるべき姿にはこう話が戻りまして、やっぱり何を作るべきかっていう話は大事だよねって話なんですね。もちろんあの何をあのどうやって作るかっていうのはすごいあのエンジニアと好きなんだけど、どうやってあの、性能がいいコンピューターを作るかっていうのすごい好きなんだけど、もちろん大事なんだけど、なぜそれをなぜ何を作るのかっていうのはやっぱり大事ですよね。まあ、まさにそのテレビもそうで、4K8K のテレビをどうやって作るかはすごい難しい技術なんだけど、だからそういうことももちろん大事なんだけど、もっと 4K8K がなぜいるのか、何を映すんですかっていうことはちょっとやっぱり議論しなきゃいけないってことですよ。であまりにもこのやっぱり日本の半導体産業、まあ、主に見てるとホワイが、うん、抜けてる例が多いなってわけです、ね、先ほどのあの4メガ、1メガ4メガのいろんな交代はもちろんそうです。なぜ4メガを作るのか、それは1メガの延長だからしかなかった。でも本当は4メガは、ホワイトではなかったんですよね。まあ今思えばという話です。まあというわけで、まあ、そのロアの法則の結構負の側面があると私は思うんですけども、まあ、それまではあの、シーズ側ですね、技術側、売る側の理屈であるロアの法則は確かにあって、要は微細化すれば気の高さ下げられるっていうのがあって、まずニーズ側の方で、市場の方で、気の気が厚いていたこそ、まさにウィンウィンだったわけですね。両方ウィンウィンだったから、その通り進化してきたのが、
グラフなんだけど、まあ、それが結果的に気持ちが忘れるがちだったんじゃないのかなというふうに強く思うわけです。あとで多分出てくるような気がしますが、はい、この一発目のあれちょっとおかしいなをきっかけに、ジャパン半導体業界は他にもなんか負け始めた日本軍のようにダメな決定を連発できていくことになっています。はい、ちょっとあんまり知らせてないんですけど、うん、まあ、正直言うと成功体験を知らないっていうのが、ね、そうですね、ますね。つまり90年ぐらいが日本がこう世界の半導体半導体を作ってたっていう時代を現役で過ごした人たちはその成功体験を忘れられないんですよ。だからモアの法則に沿って次はこれだみたいな延長で考えるんですよね、外装で。それで外装でその世の中、そのフィルドは変わっていて、戦場は変わってる、そのルールは変わってる、ルールは変わってるんだけど、昔のルールの延長で頑張ってしまって、まあ、総合圏になってる。それでお金が足んなくなってみたいなドラマなのかなっていうふうに思います。ただ、一個だけ救いがあるとすれば、その人らがそろそろ引退してるわけ、世代的に。もうそろそろ65度なんですよ。その頃の現役になった人たち、あるいはその人らが、実は15年、10年くらい前までその人が一番偉かったので、要は医療部署とかになって、でその昔の方法論で、こう、半導体を、半導体とかって言ってたわけです。でその人らが、まあ、それを空回りしてたんだけど、やっとその人が引退したので、これからちょっと良くなるかなと思ってます。まあ、僕、10年前から、いやもう日本半導体つまみがかかって話したときに、10年持ったら、多分大丈夫です。多分10年持つかは知りませんって言ってたんで、10年持たなかったんですね、確かにね。まあでもまあ別に本当は製造は確かにそうなんだけど、まあ、設計の方がまだ活動あるかなと思ってはいまして、はい、というのは、まあ、あるかな。だから今日も成功体験しないと治らない、まあ、結構どこでもそうだと思うんですけど、半導体まさにそうだなという気がしますね。あ、先生言っていいですか。はい、はい、でも半導体っていうのは製造ものすごく米みたいな、はいはいはい、例えられることがありますね。ちょっと製造業が、例えば家電メーカーとかが負け始めたので、ちょっと半導体がちょっと負け始めたので、ちょっと後ろらへんかなと思うんですけど、はいはいはい、その影響っていうのは何でしょう。ですね、実際にはい、メーカーも作ってた、半導体作ってたソニーとか、はいはいはい、作ってたっていう部分もあると思うんですけど、はいはいはい、その話をちょっとこれ、面白い用意してこなかったんですが、まず一つは、結果的に多分時期が重なってるんですけど、多分こんなに関係ない、うん、と僕は思います。っていうのは、その頃はあれなんですよね、半導体のやっぱ性能が足んなかったので、その頃は結構カスタム品が多かったんですよ。新製品作り頃し、新しい半導体作るっていう時代で、で例えばファミコンとかまさにその類で、ファミコンって多分半分以上カスタムチップなんですよね。やっぱり汎用品じゃなくてカスタムチップ、つまりカスタムチップ作らないとそういうことができない。だからカスタムチップを設計できない会社は本当に作れないんですけど、それのその時代だからこそ、その半導体の、まあ、だんだんこう工場もなくなり、設計する人が減っていって、ある海外に輸出していて、で半導体設計できないのだからこそ、新しい品質が作れなくなった面は多分あると思います。でただその頃はそうだったんですけど、だから90とか92、3、95年くらいまでですかね、まあ、そういった時代がなかったんですけど、そこから先は実はボガの法則のもう一個の側面で、今からも進む話なんですけど、コンピューターの性能上がりすぎちゃって、まあ、それはカスタム品作らなくてよくなっちゃったんですよ。汎用品って結構なことできちゃって、だから1個作ったら使い回しができるようになるんですね。そうするとあまりカスタムチップ作らなくてもできる製品が増えてしまって、だからチップ作れないと、新製品作れなくなったわけでもないのが、多分95年ぐらいからなんですよね。そうすると、まあ、別に必ずしもカスタムチップ作らなくても、まあ、大丈夫。だったけど、それまでに持たなかったっていうのはあるのかなって気がします。結論としては、まあ、結構産業再生機械、はいはいはい、お金 AP なのにお金入れたりとかしますけど、はいはい、極端な話で言えば、はいはい、日本から半導体のメーカーがなくなっても問題はないっていう、今にかその頃は多分そうだったと僕は思います。ただ今となってはちょっと違うフィールドになってきているので、その AI とか IoT になってくるとやっぱカスタム品の出番なんですよね。あとその話をするんですけど、今となってはカスタム品作れなんて痛いなっていうのは正直思います。でもそれ全然別の文脈で LP だとかが残ってたらやってくれたかっていうのは多分やってくれないのでだからそれで言うと冷蔵庫や電子レンジのメイドインジャパンが全然なくなったのは別に半導体と関係ないです、うん、彼らは彼らの理由で負けてます。そうですね、市場ニュースに
伝えられてないとか、昨日とか一昨日話したような、あ、もっと一昨日とかその前とか話したような、多品種少量生産でクイックでものすごいスピードでイノベーションしていき、コストも極端に安くなっていくみたいなものづくりができなくなったあたりで負けが入っています。汎用品を使わないですよね、半導体って日本電機メーカーって。あと汎用品を使えるはずなんだけど、汎用品を使わないでカスタムチップを作っちゃう時代があって、要はもともとない体力でこう無駄なことに対応されたっていう時代が35年頃で、今のは多分だからゲーム機とかそっちの話で、冷蔵庫とか電子レンジの方は家電もそうなんですよ。家電もそうなんですよ。カスタムチップは。あ、そうか、はい、あれだ、カーナビとかもそうだし、そうだ、あと、電子レンジとかも一応マイコン制御するから、あれがね、カスタムマイコンなんですよ。です、ほとんど、はい、汎用品使わないですよ、なぜか。だから、ね、実際、今でも一応まだ、一応稼働して残ってる、日本のハブタルカとか、R の会社があるんですけど、はい、ルングスって会社があって、あれ、今でもやってるんじゃないかな。やってるはずです。カスタムマイコンって部署はかなりでかいんですよ。はい、まあ、ほとんど同じなんだけど、ちょっとだけ機能変えた。この製品のマイコンを設計する人っていう方がすごいいっぱいいるんですね。でもそれもまあなんかキャブ代みたいな部分なんですけど、要は何か新しい家電を作るとしたら、まずマイコン作りの作り方が昔はあったんですよ、うん、今でも根本的にすごい間違ってるわけではないんですけど、うん、それは、うん、でも汎用のマイコン使えばなんとかなるみたいなもの作りの方が明らかに良いんですけど、それ苦手だからあんまりやんないんですよ、社内にやった人もいないし。例えばその最新スマホみたいなやつはやっぱカスタムチップ使わないともともならない。汎用品は全然この性能出ないので、だからそれをカスタムチップ作れる、今時 その最先端スマホを作る会社はいずれもカスタムチップ作ってるんですけど、ただ例えばそのもう一回りでかくて中にタブレットっぽい端末みたいなやつだと大体汎用品作れるんですよね。例えばそのカスタムチップ作るのが偉い、人が持ってない機能を作るのが偉いっていう方向で電子レンジとか冷蔵庫を作るとそういう方向に行くわけですよ。そういう会社のデザイン部がまあ一番ペケの方に行くし、値段も結構ペケの方に行く、まあ、値段はそんなにそれなりに見て大事なんだけど、例えばデザイン部の地位とかすげえ下がるんですよ。でそういう日本の会社がすごいたくさんあって、で逆に汎用品使ってもの作ろうと思うと、ぶっちゃけ中身は一緒ですと思いながら全員もの作りするんですよ。そうすると何で差をつけるデザインだみたいな、そういう気が気で、安くてデザインが良くてっていうのはまさに韓国中国家電の特徴で、それかいらない機能を作れるかどっちかですよね。そうで真逆はジャパンですよね。それで言うとデザインあんまり良くないんだけど、なんか高いし、なんか誰が使うんだかよくわかんない変な機能が多いみたいな。カスタム半導体にしたらやっぱりコストだいぶかかるんですよ。ですね、その辺もですね、大きく色変わってる面があるんですが、一般論としては上がります。というのはイニシャルコストがすごい高いので、半導体ってつまり設計等とか作るときの最初の半起こしがお金がかかるので、それもあるけど、もっとダメなのはってことで、その電子レンジ全体に関するカスタム半導体のコストなんて多分大したことないんだけど、半導体は立ち上がりが大変すぎるので、1回作ると5年とか10年とか使わなきゃいけないんですよ。結果として電子レンジはすごいしょぼい、いわゆるテレビが映る液晶ではない、なんか時計のとか電卓の液晶みたいなものしか使ってないにもかかわらず、同じ半導体何回も作るから、その中で無理やり機能を足していくんですよ。なんとか温めとかで、あともう一個は金型も同じように金がかかるので、同じボタンの数で新機能が増えたからなんとかするために A ボタンを半押しながら C を3回押すと回答になりますみたいなものがすごく出始めるんですよ。でそれに対して外部から買ってくるって決めると、そっちはムーアの法則でほっとけば年ごとに倍々に性能が上がっていき、他社も上がってくるけどカスタムマイコンに比べて性のドンだとカスタムマイコンの方が5% ぐらいか 10% か、下手すると仮にカスタムマイコンが5割性能高くても1年経ったら同じになり、2年経つと向かれるんですよ。でこっちはそれ使って5年性能を作ってる間に、向こうはスマホ用のディスプレイを作るとか、もっと言うとシャオミの炊飯器みたいに炊飯器に液晶をつけるのもアホらしいので、珍しい設定とかは全部スマホでやるようにして、ピッて押すと転送されますみたいな方向に行くわけですよ。そうなりますよね、はい、まさにそうなっている。すみません、ドラッカーの生産の量産の話と同じで、昔はその大量生産イコール、まあ、なんですけど、ドラッカーでいうところ新型の大量生産っていう言葉がありますよね。つまり汎用品を組み合わせて多品種のものを作るっていう感じなんですけど、それ半導体、ある程度のことができるようになったので、汎用品でも。だから汎用品を組み合わせて何かこう、まあまあのものを作るっていうのは、多品種のものを作るっていうのは結構やりやすくなった。もちろん最高性能を求めるところはもちろんカスタムチップいるんだけ
ど、そうじゃないところはかなりカバーできるようになったのが事実。だからまさにピーター・ドラッカーというところの新型の大量生産が、まさに具現化されている面だなと思います。実際のアルディーノを、今日は話してきました、アルディーノの部品リストを見たことが、調べたことがあるんですけど、確か9割9分ぐらいが汎用品なんです、うん。やっぱり代わりが効く部品なんです、うん。他のメーカーでも作ってるやつ、1個だけそのどうしてもこれじゃないといけないっていうのは、うん、2つだけあるんですけど、それ以外はまあ、ぶっちゃけどこのメーカーでも大丈夫って、大体大丈夫って。その意味で中国韓国の特に白物家電に関する機能の差別化はやりませんっていう割り切り素晴らしいですそうですね、まあ、そういうと言い過ぎだけどでもそれに近いようなそれよりも1000倍ぐらいデザインの方が大事ですっていう割り切るのは、うん、すごい大事ですよね、うん、そうですね、うん、という話ですね、はい、どこかで区切りつけようかと思うんですけど、うん、だいたい今まで半分ぐらいで区切りがちょうどいいんです一休みしましょうか。はい。はい、あもうちょっとです。もうちょっとだけ。そうですね。じゃあここだけとちょっと見にしたいと思います。うん、で、先ほどからフーアの法則の、まあ、側面という話を引き出してきましたが、一つはまあ費用単価が下がると。費用単価が下がるから、例えば税金の値段が下がるっていう面があるわけですね。例えば昔だ、まあ、最近はないですかね。パソコン、まあ、パソコン、まあ、いいかな、SD カードにしても容量が増えるから、単価が下がるってわけですけども、ただ単にこう、この価格が下がるっていうのが、ただ単にこう安くなるっていうわけの意味ではないんですよ。うんうん、つまり、そのパソコンとかスマホとかは安く買えて、お財布に優しいっていう、もちろんそういう部分もあるんだけど、それだけじゃないんですよ。その話を少ししたいと思います。で、それの、導入したところでちょっと休憩したいと思います。でこれ、やっぱ質的に変わる可能性があるんですよ。ただ単に安くなっただけじゃなくて、使い方が質的に変わる場合があるんですね。で僕よく例に挙げたこの話でして、L 地下というのがあります。LED を地下化する。英語で LED と言うんですけども、これは一応専門用語です。僕の中では。L 地下。L 地下というのは LED をただ点滅するための方法で、マイコンで何かするときの最初の一歩なんです。大体こう、チュートリアルの最初にあるやつで、まずは LED をこう点滅させてみましょうみたいなところから始まるんですけども、まず L 地下のやり方の話です。で昔からある L 地下のやり方っていうのは電子回路なんですね。発信回路って回路、まあ、そういう回路があって、それでコンデンサーの充電法で繰り返すことで、まあ、点滅するっていうことができるんですが、まあ、それをやる IC 今でも売ってます。大体こういう感じで、この IC と、まあ、部品につけてあげると LED がパカパカするわけです。で、マイコンでもできるんですね。こういう、これもう一応売ってるマイコンなんですが、マイコンにこう LED つなぐと、ここで L 地下できる。見た目どっちがいいですかって話ですね。部品点数は明らかにこちらの方が、うん、で機能はこちらの方、機能もこちらの方が高いです。じゃあこれ、長いプログラムなんで、例えばこのスピード、この待ち時間を変えると、点滅の速さを変えたりとか、あとただ単に点滅のパターンを変えるとできるわけですよ。性能はこちらの方が高い。で部品点数も少ない。で、実はこのデータもこちらも安いんですね。部品、実はこの実はこの単価調べてみたんですが、あくまでも出たんで。そうすると、この L 地下をマイコンでやらない理由がないわけですね。うん、コスト面でも、機能面でもマイコンの方が良いので、マイコンで L 地下しない理由がないわけですよ。うん、でも、パソコンになりますかって話です。パソコンに確かに L 地下できます。所詮僕のコンピューターなんで、パソコンに LED をつけて、こういうプログラムしなさい、一緒に地下ではするわけですよ。で、まあ、L 地下できましたって言えるんだけど、さすがにしたらもったいないですよね。つまり、同じコンピューターでもパソコンでやる L 地下っていうのは可能なんだけど現実的ではないわけです。可能だけどもさすがにそれはもったいないなと思っちゃう。だから現実的ではない。でマイコンだとこれは現実的なわけです。どう考えても現実的なわけです。つまりモアの法則の結果、コンピューターが、上に伸びて性能が上がった、スパコンが速くなったと並んで、横転換。性能がそこそこだけども、まあ、ずっと安くなったっていうコンピューターが増えたっていう話なんだけど、そのまさに知恵なんですね。コンピューターの使われ方が本気で変わったり、だパソコンでは L 地下するのはちょっともったいないんだけど、マイコンだったらあり。まあ、日本の僕らもそうというか、コンピューターは部品になったり、コンピューターの授業で、大体こう、パソコンのコンピューターの心臓部って CPU とかなんですよね。セントラルプロセッシングユニットって習います。で、コンピューターの頭脳であって、こうまさに中心部、心臓部であると習うんです。それはコンピューター。今だとコンピューターって全然主力じゃないんですね。
ども、これ実はこれ ARM の見送る資料なんですが、車の中で使われるコンピューターの構図です。これぐらい ARM が使われますよって話なんですが、つまり、もう全然1個じゃなくてです。だって今時、少ないやつも100個ぐらいだと思ってて、うん、コンピューターが、代償を合わせて。うん、多いのは200ぐらい、200ぐらいだったんじゃないですかね。うん、つまり、もうもはやコンピューターは、この車というシステムの中心部が決してないわけです。うん、部品なんですね、所詮も。エンジン制御に1個、スピードメーターの制御に1個、さらに言ったらこのパワーウィンドウ、窓を開けるのに1個みたいなのが使われてるわけです。ほとんど、だから全然大脳じゃなくて、もう昆虫の神経質みたいな感じで、ちっちゃな脳がたくさん体中に散らばってるような感じなんですね。だからコンピューターが、この値段が下がったことで、確かにコンピューターが安かったんだけど、それがただ単に下がっただけじゃなくて、使われ方、システムの中心、主役から、所詮は構成要素。あくまでも部品になったという例という方ができるわけです。まあ、そういうふうに、ムーアの法則を、ただ単に性能が上がる、あるいは値段が下がって、お財布に優しいですねっていう、もちろん面もあるんだけど、それだけに限らずに、こういう使われ方の質感本質に変わるという面があるという、まあ、ちょっと、ぜひ知っておいてほしいなと思います。そのいわゆる MIT っぽい人が言ってる何でもソフトウェアが食べてきますみたいな話は要はこういう部分であって、うん、コンピューターが走るところイコールソフトウェアが食べていくところで、うん、で、まあまだしばらく続きまくりますよね、うん、そうですね、大体できるんですよね、もちろんそう、もちろんできないものが多々あるんですけど、大半のことはじゃあソフトウェアでできちゃう。そのおとついの授業で話したみたいに今売っている家電製品のほとんどパソコンと内容変わらないんですよ。だからそのデジカメのセンサー、パソコンのここについてるカメラをすげえでかくして液晶を大体小さくするとデジカメの構想とあまり変わらずみたいな意味で、そうですね、うん、ちなみにちょっと話がここまでちょっと経験したと思うんですけど、今のそのムアの法則で性能が上がってあるいは値段が下がってっていう話をちょっと実例を紹介しますと、冒頭でお話をしたチップをバーナーで炙ると見れるというのは実際見てみたら嫌なんですけど、うん、マイコンでですね、アルディーノに使われているマイコンがあります。うん、AD2398 というのがいい画像なんですけれども、でこのマイコン、このマイコンの後継機というのは次のバージョンがありまして、うん、PB ですね、AD2398PB というやつがあります。で、これ面白いのはですね、実際調べてみると AD2388PB の方が性能が高いんですよ。上位互換で 328PB と差し替えて使えて、しかもそれに加えて機能が増えて性能高いですけど、値段が安いんですよ、こっちの方が。実際こう部品屋さんの値段見るとだいたい3割ぐらいしたので、この新しい方が安いです。なんでなと思って、こう実際炙ってですね、チップを取り出して、で顕微鏡で見てみた例なんですね。そうすると、冒頭でお話をした微細化、トランジスタをだんだん小さくしていくと性能上がるという話、微細化の基準が大体2世代くらい違うんですね。これが 1.2 ミクロンぐらいなんですけど、これは 0.6 ミクロンぐらい。ここまで来ると、これ結構古い技術の、製造技術なんですが、これぐらいの世代の技術だと、あんまり、なんですかね、この作るために、作る装置の値段ってあんまり変わらないんですね。微細化しても、あんまりその手間はかかんない。うん、装置の値段も変わらないし、コースも変わらなくて、まあ、要は同じ値段でこう、まあ、作れるわけです。装置としては。本当あとは何が決まるかというと、けど、大体材料で決まるので、チップのシリコンのチップの大きさですね。だからこのチップ面積、そのチップの大きさで値段決まります。で、これ測ってみると、こちらの方が無敵だと。そういう人ですね。それ計算すると出てくるんですけど、また確かにこれぐらい、これも新しい方がちっちゃいんですね。だから小さいから、単価が安くてなんだけど、その分一個一個の音の差が小さくなってるから、性能は上がってるっていう、まさに実例になっているわけです。で、この値段が下がると、この L 値化を買うっていう話は、他にもありまして、実はバニーファンも例として挙げてるんですが、うん、このネオピクセルっていう LED がありまして、うん、通常ネオピクセル、製品があるんですが、で、これ、ただの LED なんですよ。ただの LED というか、まあ、光る LED。だからフルカラーの LED なんだけど、線1本で制御できるという、まあ、そういう前中にマイコンが入っているLED です。で、それで1本の線でこうダーッとつなげて、まとめてこう、色を制御できるっていう、そういう安さですね。
で、これが異様に安くて、1個3円くらいで買えます。わら、うん、で買っても5円くらい。ただ、その LED で安い。だから、ただ単に安い LED なんだけど、でも性能が実は高くて、その LED をたくさん並べても制御は大変なんだけど、これだったら1本の線で信号線制御ができる。だこれがあるからこそ、まあ、こういう新線でよくあるようなビル中でも LED とかできるようになったわけです。だからこれをその、これがなかったらできなかったわけなんだけど、これがこうなっちゃうと LED の使われ方が変わる場面なんですね。だからこれだと LED が使われる数がもう、ね、面で LED 貼ってますから、ね、だから使われ方が桁違いに変わるし、だからそもそも LED の使われ方が変わった例とか、だから値段が安いというのはただ単にお財布に安い、お財布に優しいわけではなくて、LED の使われ方そのものがガラッと変わるという側面があります。だからこれ実際これ中に載っているマイコンの製造プロセス、製造技術というのはものすごく古いやつです。まあ、これもちょっと小さいんですけども、まあ、かなりいわゆる枯れた技術で、最先端ではない技術で作られているんだけど、その分安くて、で安いからこそ使われ方が質的に変わった例として、まあ、あるわけですね。そうですね。シェンゼンだとプロジェクターを本当に見なくなりましたよね。ああ、そうですね。壁そのものが光らないとおかしいんですよ。壁に LED を敷き詰めてあって、壁そのものが光ることの方が大事で、なんで投稿してるのみたいな、増えましたね、確かに、うん、ビルや壁が光らない方がおかしい、うん、日本の最近ちょこちょこ増えてきましたね、壁に。とか未だにめちゃめちゃ増え、なんか全然行くたびにすごいと思うけど、それでも1ヶ月とか経つとその面として光る面が増えてますよ。あ、普通の壁だったら壁が、そう、次に行ったら光ってたんで。これ昔は LED 買ってきて横にマイコンくっつけて光るプログラムしてたんですよ、うん、このネオピクセルって光るためのマイコンが LED の中に最初から入ってて、全部で1個のチップしかないんですよ。そうですね、うん、だからこそ使う側もめちゃめちゃ楽で、かつちっちゃくできて、アイデンコすごいミスに並べられるからこそディスプレイになるんですよね。そう、でしかも前まではだから LED を光らせるって一個一個やんなきゃいけなかったことが、これつなげてまとめてできるので、でも道具として全然別ですよね。スマホと電話、ガラケーぐらい違う。そうですね。うん、違う。まあ、それも、その一個一個のマイコンが安くなったからこそ、そう中に入れても、まあ、3円で作るようになっちゃったっていうことです。だからこの辺見ると、必ずしも最先端の技術じゃなくてもできることがたくさんあって、うん、もちろん、野田のスマホの ハイスペックスマホの CPU みたいなやつはすごい高い技術で作られてるんだけど、それもちろん大事なこと、そういうのじゃなくても、まあ、だいぶ枯れた技術だとしても、まあ、使われる使い方によってはこういうことって起こし得るんだよなという、まあ、例でした、まあ、見ることができるわけです。そうです。これだから正解がないイノベーションではあるんだけど、うん、まあ、機能飢餓といえば機能飢餓でもあって、そうです、ね、プログラム機能全くない LED よりプログラム機能ある LED の方が機能としてはめちゃめちゃ高いんですよ。そうですね。でもそれはでも LED の延長線上じゃないからね、うん、普通 LED の延長線上ってもっと光らせるか、電気の容量を減らすか、うん、みたいな話になると思うんだけど、そうじゃなくて照明だとなりますね。照明だと値段を下げたり上がるんですから、光量増やしたり熱を発電で減らすとかする。だからそれで言うと、うん、新しい機能をつけますはあんまり機能違って言わない方がいいですよね。ああ、確かに、うん、そうですね、質的に変化ですよね、うんうん、車整備って機能違と正解のあるようです、うん、正解のないのでしょって、うん、マトリックスにはならないですよね。うん、人前もあって、はい、多分ね、はそれはあると思います。そうですね、例えばなんですけど、同じ機能機械でも確かにキャズモみたいなものってあって、そのある部分から急に GUI の方が使いやすくなるときってあったりとか、あとスマホのタイミングでそれまで本当に全く使いづらかったし、すごいやめてほしかったタッチパネルが急にまともに使えるようになることあるんですよ。僕はあれじゃなくてキーボードがついてる携帯の方が絶対好きだったし、だけどある段階ぐらいからだいぶいろんな技術が進化してタッチパネルの性能が良くなって、だから正解が変わっちゃったりもしたんですよ、うん、その意味では変わっちゃった。だから、まあ、もっと言うと、うん、機能飢餓っていう言葉をもっと純粋に言うんであれば本当に、まあ、性能飢餓みたいな言葉で多分言った方が良くて、その通りにスケール上げてったら良くなるみたいなのがことだけを性能飢餓って呼んだ方が、うん、話はシンプルになると思います。それでそれが白黒からカラーだったらみんな飛びついたかもしれない、カラーからハイビジョンでもまあまあ飛びついたかもしれない、ハイビジョンから 4K になると大体の人にとってはかなりどうでもよくて、 4K から 8K になるといらなくないかぐらいの、むしろそうなるとデータ重いからない方がいいんだけどみたいな
そう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 それだから値段もが一気のそれで言うと性能機械みたいなもんで、10万から2万とかだとイノベーションなんだけど、2万から1万8000円とかだとそれより大事なことないかみたいな話が多分いっぱい出てきて、でもそれが3円とかになっちゃうとまた別のイノベーションになるんですよ。え、それ部品になるじゃんみたいな。そう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 マイコンが1個10円になったからこそ L 字化にしても怒られないわけですし、うん、はい、一旦休憩に入りましょう。4時50分から後半に入ります。よろしくお願いします。